Hey, what's up? キャプテントラジローとコンクララギャダクラメンターのネクラクララです。第19回クラットラジオいいですともやっていきます。いやーやってきます。いやーはいやる気満々だな。今すぐにミスター、謎の歌が聞こえましたがスルーでいきましょう。謎いきましょう。今回のタイトルは全ては有志マスターが大変な理由というところで、この番組は視聴者の皆様からいただいた質問にトラジローとネクラクラさんがそれぞれの立場の視点で話していくという企画です。早速相談いただいているので読み上げます。今日はこんにちはそうやな、流れ的になかなか漢字で書かないですから、ひらがなが普通になっちゃってます。そうですよね、はい、こんにちはこんにちは。コミュニティマスターが辛いので相談させていただきました。自分は LS マスターをしていて、たまにイベントを主催しています。またメンバーから要望があれば、自分に余裕がある時のみ人集めや進行に協力しています。先日いくつか要望があったんですが、スケジュール的に厳しくお手伝いできないと返事をしました。するとマスターなんだから企画すべきといった苦情が出てしまいました。何から何まで自分がやるのは無理ですし、やりたいことがあれば自由にイベントを立ててとも言っています。しかし実際にイベントが立つことはなく、マスターがやってよ的な雰囲気に疲れてしまいました。いっそ LS を解散したいくらいです。こんな時どうされますか、お知恵をお貸しくださいっていうことで、まあちょっと話を要約すると、質問主は LS マスターで特に目的が決まっていない LS、まあ、LS っていうのはリンクシェルの略なんですけども、ここでたまにイベントを主催するような人で、イベント要望が出たが手伝えない状況であったと。でマスターだから企画すべきとかね、注意されたんですけど、方針はみんながやりたいことやればね、各自自由にしていいですよっていう方針で、メンバーたちはマスターがやってよとか、マスターがやってほしいというような意見があるということです。なるほど、はい、マスター大変ですね。まあこれはぶっちゃけよくあるある的な話ではあるんですけども、LS マスター楽しませてくれよ、 LS マスターなんかダジャレ言って、そんなの無茶ぶりです、カエルがカエル。わあ面白い。まあちょっとね、トラジオの意見を先に答えさせてもらうと、解決方法は2つあると思ってて、解散して新しい場所を作り直すっていうのと、既存のメンバーに相談するということで、まあそもそも目的がない自由なリンクシェルなんで、まあ、好きにしてればいいんだけど、これね主催に求めがちっていうのが本当によくある話で、ありますね、あれしてとか、まあだから結局求めちゃうからね、その求めてることと違う行動を取っちゃうと、そこのギャップの差でマスター何してんだよってねよく言いがちなんですけど、まあそもそも求めすぎるとマイナスにしかならないんで、最近自分がよく、まあまたよく言うんですけども、いい意味で無関心っていうのね、っていうのが自分の中であって、期待しないっていうのがね一番かなと思ってるんですけど。そうですね、期待値が高すぎると、期待外れだったっていうことで落胆されて、ショック与えてしまうので、最初から人には期待しない方がいいです。そうだから、まあこういったことって目的を決めてないから意外と起こりやすい現象で、クラッチはこういうのってある？逆のパターンでもいいし、求めちゃったパターンでもいいけど。私は、FG マスターにも LS のマスターにもそういうのは求めたことないですね。企画して、人を集めてくれたマスターが大変だろうなって思うし、自分もマスターになること想像したら、企画毎回考えて人を楽しまなきゃいけない、楽しませなきゃいけないっていうプレッシャーを受けるだけでも、ストレスになっちゃうと思うので。あ、確かにね、人に、こういうことやってとか企画してほしいとか頼むこともないです。あ、そうなんや。目的がない LS っていう方針の時点で求めちゃダメでしょう。まあそうよね。私は LS マスターさんが自由に決めちゃっていいことだと思ってて、LS マスターさんがストレス感じてるんだったら本当に解散しちゃっていいと思います。ああ、そうよね。いや俺一番なんか、このワードとして嫌って思うのが、そのマスターだから企画すべきみたいな、これがね大きな間違った考え方じゃないかなと思ってて。そうですね、まあね、主催で企画っていうか、まあそもそもこのコミュニティを作った人だからね、まあ、何かしらこうみんなでワイワイしようぜっていう責任をね負ってはいるけども、
全部何もかもしなあかんってことはないと思うのよね。そこに同じ目的で、ある程度はね、なんか楽しもうぜっていう感じで集まってるんだから、自由に、でしかもこれ自由にっていうことでしょ、この LS マスターの方針。あ、うん、目的がない LS で自由にっていう方針です。そうそう、もう言う通り、そうね、自由にしたらいいのにって話ですよね。本当にマスターさん、 FG も LS もマスターさんはすごいと思います。あー、そうですね、私くしくもね、FC マスターやってますけども、大変なことは多いと思うんですけど、うん、どういうことが嬉しくてマスター続けられるんでしょうか。あ、みんなとワイワイできるからじゃないかな、単純に自分が、結局自分が楽しみたいっていうのもあって作ってるからね、最初 FC。 そう、みんなとワイワイできて自分も楽しいっていう場所を作りたいと思ってるところ、うちもだから一緒ですね、自由っていうのは一緒ですね、うちも。でもトラさんのところは定例会っていうものが毎月行われてるらしいじゃないですか、うん、ああそうそう、月1回集まる日があります、うん、すごい、そういう企画が立てられて活発で、うん、FC メンバーが集まる時期があるっていうのが、うん、すごい活気がある FC だと思います。ああまあそうですよね、ありがたいし、まあ、あの自分だけじゃなくね、結構中であの他の人が動いたりもしてるから、そこがやっぱりこの LS の人は一人でしか動けてないんだったら、そこが辛いとこですよね。そうですね、そうだから最近やっぱそういうの協力者、うん、協力者の人にお願いするとかお願いした方がコミュニケーションは取れんじゃないかなと思ったりしますけど。そうですね、うん、協力してくれるサブマスターみたいな人がいてくれるんだったら相談もありですね、うん、まあ、これがねリアルみたいにあの会社とか上司とか部下とか、うん、そういうやったらまたちょっと話は変わってくるかもしれないけど、まあ会社は利益生み出すための集団ですからね。そうそう、利益になるためだったら辛いことでもやるっていう気持ちの人だと思います。そうそう、でもここはゲームの世界や、そうだ、頑張ってもお金にならないんや。そう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 、だからまあ むしろあの、うん、同じ料金払ってるユーザー同士ではあるからね、うん、そうですね、うん、だからそのみんな FF14 にログインして、うん、いろんな楽しいコンテンツがある中で、うん、FC 運営っていうことに時間割いちゃったら、うん、せっかくリアルで時間が作れる人なのに、うん、リアルの時間があるのに、うんうん、ゲームで遊ぶゲームのコンテンツで遊べる時間が短くなっちゃいます。ああそうね、まあ、 あのそこは好きでやってる人もいいだろうし、うん、まあ、自分みたいなパターンもあるけど、あのちょっとね面白い話があって、うん、フレンドにもやめ、はい、FC 14やめちゃったけど、うん、FC マスターの人で、あの FC マスターは もはや一個のジョブだよねみたいな、なんか確かに丈夫である、うん、そうそう、言われてみればあの他の何だろう、うん、人には経験できひんことが経験できる、ちょっと特殊なジョブちゃうかなという話を聞いて、うん、いやなるほどと思って、うう、うん、言えるのはあれですよね、まあ、今後新しいあの LS をもしコミュニティをまた作りたいっていうんであれば、目的を決めたね LS をした方がいいですよね、うんうん、作った方が。そうですね、目的があった方が LS、うん、まとめやすいと思います。そうよね、参加する方も声かけやすいですしね、同じコンテンツだから、うん、例えば地図限定 LS、 お地図 G12 獲得して1週間に1回でも集まる機会を作って、うん、それでみんなの地図が終わったらすぐ解散っていう、あ、解散って LS の解散っていう意味じゃなくて、あ、もちろんもちろん、パーティー解散でしょそんな週1回集まって週1回に解散してたらもう続かないよ立ち上げも解散めっちゃ頻度高くて面倒です。はい、そういう割り切れのドライの関係かもしれないけど、そういう方が運営はしやすい LS ですね、うん、そうね、うん、目的がないっていうところがちょっとまとまりが作られない原因になっちゃってたかもしれません。うん、まあ、いろんな LS の形あるけど、俺聞いたんはね、確かあの、うん、まあ、ルレ専用、地図専用もあればね、ルレ専用もあるし、うん、あとは種族専用とかも結構あったり、あ、なんかアウラ限定とか、そう、ララフェル限定とか、うん、ありますね、と高難易度専用とかハウジング専用とか、うん、で最近ちょくちょく聞くのがディスコードを用いたコミュニティの募集、うん、ボイチャットのコミュニティありますね。そう、あれどうなんやろ、何を喋るんやろうね、と思いますけど、あ、喋る、あ、ごめんどうぞ。確かに話好きで雑談できるっていう人じゃないと入りにくいかもしれませんね。うん、なんか規約ボイスチャットを使いますっていうことで、うん、やる活動内容とか漠然としすぎてて、うん、目的が分かりにくいですね。そうよね、まあなんかちょっと分からんけど、喋りが好きとか、まあ、そういう目的で来る人が多いだろうしね、まあ、みんな喋れるっていう人が、うん、
どうなるな、あんまりうまいこといくのかなってちょっと、まあ行くとこは行くか、うん、どうですかね。私自身そういうの加入したことがないのでわからなくて、うん、私はもともと FC フリーカンパニーが、うん、ボイスチャットやる人限定っていうルールの FC に入ったので。あ、なるほど。じゃあ近いでそれ。あ、確かに。あ、でもそれは私もともと別ゲームのモンスターハンターワールドっていうプレイステーション4の時に作ってくれた友達が、あ、なるほど、ボイスチャットで遊ぼうぜっていう方針だったんです。なるほどなるほど。でワールドからそのまま FF14 に移行してきて、ほう、結構お互いのどういう性格なのかっていうことがお互いに分かっていたので。ああ、なるほどね。うん、FC 作った時には何をやるためのボイスチャットかっていうのは決めなかったんですけど、うんうん、普通に雑談だけで持ってる FC になりましたね。ああ、まあもともとその知ってる人たちでやるから、まあそうなるよね。そうですね。逆もあるからね、14で知り合った人同士が FC 作って FC 同士で別のゲーム遊ぶっていう、まあそういう流れよね。あ、うん、そうですね。何か楽しい企画やってよっていうこと言われて辛いって思ってるんだったら、うん、何か楽しい企画作ってよって言ってくる人をキックするっていうのはどうでしょう、うん、あー、まあそうね、それもありだとまずいかな、うん、思うけど、何も言わずにやっちゃうと、うん、そこに不信感を抱いて立て続けにメンバーが抜けるっていうパターンがあるから、あ、うん、まあ一番いいのは話し合いですね。とりあえずメンバーと本音で。そうですね、キックする前には話し合いが必要ですね、うん、そうそこもあのレスマスター側もね、自分の思いをちゃんと言って、これで伝わらず相手がダメだって思ったら、そのね、納得の上で抜けてもらったらいいですだろうし、そんなに期待して期待外れだったっていうことをがっかりしちゃうんだったら、うん、この SL にいないでくれって言ってやるんですはい、消えろってね、それハラスメント発言にならないんですかね。いや、まあ、あくまでイメージですよ、イメージあ、イメージ実際そうチャットで発言しろって言ってるわけじゃなくて、そうそう、イメージですよ。気持ちの出てけっていう気持ちですね。そうですね、消えろなんてね、なかなか使わない言葉ですしね、うん、この、ね、メンバーの人もなんか企画しろって言うけど、企画すんのってめっちゃ大変だよね。大変だと思います。そうそう、何かを生み出すっていうことを考えることになるから、もともとあるものを1から100にするよりも0から1にする方が大変って、これよく聞くワードだと思うんですけど、そうだから目的がない LS で企画することがほとんどできないからね。俺個人的にはこのまま継続しても楽しめないから、話し合った上で解散することをおすすめかな。そうですね、はい、私も少しの話し合いとキックするかどうか考えたり、うん、解散するかっていうことを決めた方がいいと思います。そうよね、なんかこのままやって疲れて楽しめないぐらいやったら一回リセットした方がいいかな、もしくはメンバー総入れ替えかな、その、うん、同じ目的の残れるような人は残ってもらってみたいな。本当に人に楽しんでいただくっていうのは大変なことですね、うん、人は人が喜んでくれる姿を見せてくれるのが幸せを感じるし、うん、自分に関わってくれる人が幸せな気持ちになってくれたらいいなって思ってるんですけど、うん、考えてもなかなかうまく相手の気持ちを幸せにするっていうところにはたどり着けないものですよね。ちなみに俺はね、まあ、こうやって FC マスターやっててとかこういう話ができるけど、クラッチなんかこういうコミュニティのマスターになるっていうのは経験はあるのかな。ディスコードのサーバーを立てるっていうところで、ほう、そういう集団をまとめる立場にはなったことはあります。おう、今継続してディスコードサーバー運営してて、管理者にはなってるので、そういう規約を作るとか、うん、ガイドライン作るっていうところに悩んでる気持ちはわかります。あー、そのモンスターハンター専用のコミュニティ。あー、そうですそうです。あ、それは何をするための。モンスターハンターライズ、別ゲーの話ちょっと入っちゃっていいですかね。あ、どうぞどうぞ。モンスターハンターライズは本当にチャット機能がしょぼいんです、うん、ああそうね、うん、ほぼ定型文。そう、 FF14 だったらみんなほぼ全員がキーボードとかマウス揃えてて、うん、スムーズにチャットはできると思うんですけど、うん、はい、モンスターハンターライズはスイッチで人気のゲームなので、うん、スイッチやる子はだいたい低年齢層の人が多くて、ああ確かに、スイッチにキーボード使っててスムーズにチャットができるっていう人がほとんどいない状態なんです。確かにスイッチでキーボードやってるイメージはないな。そうですよね、うん、
一応マルチプレイができるネットゲームに近いゲームなのに、うん、コミュニケーションがなく、それでも3オツして失敗しちゃったりとかで、あ、ハンター同士がいがみ合うような状況がよくあるんです。3死しやがってみたいな、うんうん、このポンコツ3オツしてんじゃねえぞ、一人で3回落ちることをハットトリックって言うんやで、とか。誰が考えたらうまいな。うん、まあモンハン用語ですね。でそれは辛いと思ってて、テキストチャットがメインなのにキーボードつなげていないスイッチっていうのが辛い状況だと思ったので、うん、みんなボイスチャットしながらモンスターハンターで楽しむ遊び方してくれたらいいなって思って、うん、ディスコードサーバー立てたんです。お、思いのほかたくさん、今200人以上の人がディスコードサーバーに加入してくれたんです。おお、大量やな。うんうん、それでそこで、まあ、FG マスターではないですけど FG マスターみたいなガイドラインを作るっていう作業をやったんですけど、うん、はい、普通ガイドラインといったら、うん、一般常識守ってくださいって書けばそれを守れる人だけが集まってくれるんだったら、うん、何も問題ないじゃないですか。うん、それなのにやっぱり200人以上も人が集まれば、うん、一般常識がない人もいるんです。あるある。だからそもそも読んでへん人もいるかもしれんよ、そのガイドライン。そうですね、うん、規約、長い規約のテキスト読んでられないっていう人が多くて、うん、活字離れしちゃってる時代なんだなっていうのを残念に思ってます。あ、そうね、まあ、一応そこでなんか問題があるたんびに、あの、うん、次はこうしようって改善ルールを突き足していくっていうのが多分基本的な流れになってくると思うけど、そうですそうです、うん、あとは起きた時の対処法ですね。起こさないように、起こさないようにしても絶対どっかで何か起きるから、うん、起きてメンバーから、うん、〇〇さんからこういう暴言言われましたっていう報告がマスターのところに届くんです。え、クラッチ届いた？あ、届きました。あ、あるんや、やっぱり。うん、初対面の人におめえって言われたショックです、あ、慣れますっていうメッセージいただきまして、 あるな。私は子供の頃から友達に対してもお前なんて言葉使ったことないです。関西の人は言うんですかね。いや、まあ言う時はあったね。大人になってから逆に使うようになった、うんうん、言う方がデメリットが多いなっていうのがあって。あ、そうですね、ちょっと興奮した時ぐらいに言う時ぐらいじゃないかな。使わない方がいい言葉もありますね。そもそもお前ってどういう意味なんやろって考えた時に、多分これは俺の前の人っていうのを略してお前って言ってんだってなんか勝手に解釈して。あ、昔はその言葉遣いが正しかったらしいです。え、合ってんの？うんうん、お前っていうことは昔の古語で言うと正しい言葉遣いで、そんなに人を侮蔑するような言葉ではないっていう使われ方してたんです。あ、ってことは俺奇跡的に天然の考えでそこに行き着いたってことか。うん、偶然ですね。よし、これはもう俺は神になれるぞ。それ喜べることですかね。偶然は誰にでもありえます。あ、はい、すいません。ただのまぐれあたりです。はい、まぐれでバット振ってホームラン打てた人みたいにあまり喜べないことです。はい、あの、まぐれで生きてる男なんで。うん、うんうん、はい。お前はお前っていう言葉は、あ、お前ね、はいはいはい、そうそう、昔の言葉遣いでは正しい言葉です、うんうん。まあ、そういう些細な揉め事があったりとか、あと実はあの日々の積み重ねとかでトラブルも起きるから、うん、まあ、あの、基本的にコミュニティマスター、そういう結局自分の知らないところで起きたところの話が上がってくるっていうところに、その他の人と違う苦労とか、あの、対応しなければいけないっていう部分があるのがちょっとしんどいところかな。でもそこでね、コミュニティ継続するために判断はしていかなあかんし、それで言うと今回のこのね、質問主の LS マスターさんはこのいずれかの判断をしなければいけないんで、まあ、これ今回の話が参考になればいいとは思いますけども、 LS マスターさんがこれからできる対応は、解散するか、文句言ってくる人を追放するか、 LS をリニューアルするか、相談するかぐらいの4択ですかね。そうですね、まあ、そんだけの中からね、選択してもいいし、まあ、全部試してもいいしね。まずは相談だ。はい、もうめんどくさーと思ったらもう解散で全然いいと思います。はい、といった感じで今回はね、このように話は まとまったんですけども、まあ、あくまでもこういう、ね、手法があるんで、今回の質問主さんはこのね、意見を参考にしてもらって、自身で選択していただいて、
今後14を楽しめるやり方をね選んでもらったらいいかなと思います。ということで今回のラジオ、これで以上になりますが、次回は、いつも通り来週金曜日の夕方頃かな、夕方以降に、ネクラスクララさんのチャンネルで、第20回が放送されます。やっと20回、20回、20週、すごい、すごいね、20週すごいな、1年間は54週あるんですけど、うん、半年まではいかないぐらい微妙なとこまで来ました。微妙なとこはい、それでは今回以上になります。来週もまた見てくれるかな。いいですとも、いいですとも、ありがとうございました。ありがとうございました。またお越しくださいませ。またねー。